食べてもらうっていいことだぞ。物を捨てるよりも食べて俺のね命にさ育つことはいいことじゃん。みんな食べられる飯がかわいそうだ、ね、食べてるのよ人が一生懸命。どうした？あ、リアトスの方？あ、いいですよ、はい、あ、どうもこんにちは。あ、はじめまして。はじめまして。はい。あ、どうぞどうぞ、全然、どうされました？いいよ、全然。あ、よければ遠い面に座ってもらっていいですよ。はい、あ、はい、座ってくださいね。あ、どうも、はじめまして。はじめまして。暗黒夫婦を見てきてくれたんですか？はい。あ、ありがとうございます。地元の瀬戸なの？うん。あ、じゃあ俺の地元と一緒なんだね。誇らしいです。ん？誇らしいです。はい？誇らしい。あ、誇らしい。あ、そうなんだ。でもなんかちょっとせっかくなんでなんか飲みます？おごりますよ。14歳飲んでます。ファンタ。あ、いいよ、せっかくお店なんで。なんか食べました？ね、わたあめまずかったね。わたあめ食べました。あ、まずかいったとかって聞いてなかったけど、なんかここではなんか食べる飲みます？いや、いらない。あ、でもまあなんかお茶とかだったら別にいいんだけど。緊張してんの？あ、緊張してるんだ。で、大丈夫です。別にそんなね、俺ロリコンじゃないから。ビキニ。かっこいいです。あ、かっこいい。 ありがとうございます。そうやって言っていただいてるんで、うん、どこで俺のこと知ったの？ちなみに。ニコ生っす。ニコ生見てんの？もともと。うん。誰見てんの他に？いや、初めに見たのなんか加藤純一の。加藤純一？純一はから俺を知ったってこと？うん。あ、そうなんですか。ありがとうございます。お名前とかなんておっしゃるんですか？まあ、本名とか言わなくていいですよ。あ、ブス。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 え、自分でブスって名前やってるんですか？あ、そうなんですか。あ、これじゃあ一応暗黒シール。あ、どうぞどうぞ。はい。じゃあ BS3 っていうことだね。はい。学校はどうしてんの？いや、行ってないです。なんで？いや、めんどくさい。めんどくさい。なんかあったの？めんどくさい。あ、とにかく学校行くのがめんどくさいんだ。どのぐらい不登校してるの？3年。え、3年間？ってことは小学6年生ぐらいから行ってないの？あ、不登校でか。いや、ずっと普段家にいるの？はい。理由は何？いじめとかじゃなくてとにかくめんどくさいっていうことなんだ。いや、なんか、うん、はい、私いじめられたの私が原因なんですよ。何やったんだ？いや、話しかけられてもするとか。話しかけられて無視するとかしちゃったから。どんないじめ食らったの？いや、ただの悪口。なんて言われてんの？邪魔とか。邪魔？うん。あ、こんにちは。デリシャスでしょう。はい、美味しいです。はい。でね、振り付けに来た、うん、これは。ん？何なんですかこれ？私の作ったクッキー。あ、クッキーですか？これお姉さんが、うん、作ってくれた。そう。へえ、美味しそう。これね、はい、味にしてみて。はい。大人の味。いいんですか？はい。じゃあ1個いただきます。うん。うん、あ、美味しいですよ。うん、150円。これ、あ、いい、買います。買います。はい、もうこれしかないの。いいですよ、じゃあもっといいよ。はい、大丈夫、ご飯があるんで。はい、うん、あ、じゃあ、これ、はい、彼女がいいの？はい、そうです。はい、うん、14歳。え？あ、じゃあ、彼女じゃないですよ、14歳です。はい、14歳、はい、いや、彼女です。彼女、うん、主張するね、うん、僕46歳ですけどね。別々で、この人いくつなの？14歳だから、何歳差なんだよ。
46-14 って本当に14歳って本当14って言うと高校いや中学2年生中学1年から2年生今日どうしたの中3年らしいいや彼氏と会うたの休んだ学校彼氏と会うん彼氏と会うたのまあいいや、はい、架空の話だっていいの架空じゃないそうじゃなくてなぁに緊張してるんですよ、はい、普段あんまり外出ないんでちょっと緊張してるんで、うん、今日なんかここに風に吹かれて、はい、食べてみてクッキーすっごいちょっと気持ちが楽になるからそうよ、ね、食べてみてもらう、はい、ね、ちょっと食べたいこれね、私が作ったクッキーなの安全だよすごい大人の味美味しいでしょ合わないデーズにあ、コミュ障なんでなんか飲みないちょっとなんかあの助けてあげてじゃんそうですね、はい、せっかくちなみにどのぐらいぶりに外出た今1週間ぐらい前1週間かそれも持ってきがってなはい、分かりましたはい、後で支払います1週間かなんかあんまり人と接点接すること少ないやろ昔の俺もそんな感じだったからうん、うん、とか、とか言ったりして人と喋ることが苦手だったからさ、距離感が分からなくて。でもね、その時にこじれちゃうとね、ずっと大人になるまで響くからさ、うん、すぐにむとは言わないけど、ちょっとずつね、何でもいいから、そう、俺も分かる。目合わせられないよ。人と目合わせて喋るのできんかったから。今は多少できるけど、異性と喋ることができなかった。女の子と目を見て。泣いてんの？じゃあ、かっこいい。かっこいい？うん、俺46歳だぜ、でも、うん。それはね、幻を見てるんですよ。うん、よく外出てきたね、ちゃんと。偉いよ。その第一歩が大事だから。外出るという第一歩かな。配信者なの？いや、1週間ぐらい前に始めた。1週間ぐらい前に始めたばっかなんや。あ、どうや、配信やってみて楽しい？いや、楽しくない。なんで楽しくない？いや、今日は楽しかった。どうして？コメント多かったから。あ、コメント多いと楽しいけど、少ないと確かにつまらんもんね、一人よがりだから。充電切れちゃう。あ、そうなんだ。普段家で何やってんの？ニコ生見てます。え、ずっとニコ生見てんの？うん。誰見てる特に？え、モイの寄せ。ん？モイの寄せ。モイ？モイの寄せ。あ、モリの寄せさん？うん、大阪の？うん。なんであいつ見てんの？かっこいいから。かっこいいから。でもあいつセクハラするし。でも別に森の妖精ならされてもいい。え、森のならされていいの？うん。妖精？うん。しんどいよ。あれ、いや、いいよ。いや、あれね、あ、手品とか見ちゃったんだ。暗黒放送で手品見ちゃって惚れちゃったんだ。やめな、あいつは。もっと前から惚れてる。もっと前から？うん。妖精？うん。じゃあ妖精がさ、メイドやってたらやる？やる。やるんだ。妖精さん、よかったね。やるって、女の子一人いますよ、ここに。14歳の。いや、14歳で働けたっけ。でも確かダメ、14歳ってダメなんじゃないの。しかも16歳からでしょ。すごい勢いでファンタクレープをゴキゴキ飲んだけど。え、妖精さんは未成年にさすがに手出さんでしょ。いや、出すかもしれない。なんで、ロえ、タイマーやってんかも。あ、タイマーやってるから出す可能性があるんだ。うん、でも、タイマーの 手下っていうイメージついちゃうな、お店でやると。大丈夫？うん、大丈夫。え、
ちょっと妖精さん、あなた責任取ってくださいよ。タイマーするわ。でもまあ外出たことは第一歩だよ。ずっと家にね、うん、いても、うん、でもイカ焼きとかないってことはまだある？ない。ないよな、うん、よかったよ。出るきっかけがまさかの暗黒ホットか。なんでサングラスしてるんですか？カナタが好きだから。嘘でしょ、カナタが好きなの？女配信者で、うん、え、女配信者で一番好きなのはカナタさん、うん、どういうところが好きなんですか、あの人？なんか頑張ってる。頑張ってる、うん、あ、そうなんだ。え、嫌いな女配信者ってちなみにいます？14歳の彼女さん。嫌いっていうか、なんか嫉妬してる人はいる。誰？兄ちゃんとか小船とか白井ちゃんとかうなちゃんとか、うん、いろいろ。兄ちゃんとか小船とかうなちゃんとか、うん、あそこら辺の人たちがやっぱり嫉妬しちゃうんだ、うん、でもあなたもね、有名になればあんなもんすぐ抜かせるから。あいつらは可愛いで売ってるから、可愛さってのはすぐ飽きるの。いや、飽きないです、うん、カナタはブスだから嫉妬しないとか書かないでください。いや、うん、まあ、それもあるけど。あ、それもあるんだ。あ、ごめんなさい、それもあるそうです、ね、カナタさんはブスだから嫉妬しないっていう、その部分ももちろんあるそうです。よかったですね、カナタさん。こうやってね、ブスが高じて人気が出るなんてなかなかないですよ。子供がギャン泣きしてる、うん、いやだからね、俺配信使ってさ、どん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 話してたら、なんか普段家にいるよりもせっかく外に出ないんだったら、会話、コメントで会話をすることによって、俺もニコ生で会話することによって練習したし、うん、それがいいと思いますよ、はい、あ、うん、とろみに挨拶したか？とろみさんにはご挨拶されたんですか？読まないです。とろみについてどう思います？でも普通に可愛いと思う。可愛い、うん、どういうところが可愛いと思いますか？普通に目元だけだったら可愛いじゃないですか。あ、目元だけだったら普通に可愛いじゃないですか。なるほど、うん、まあね、マスクしてますからね。とろみさん、まあ今日の放送を見てるかどうか分かりませんけど、目元だけならとろみさん可愛いじゃないですかっていうね、14歳からの貴重なご意見でしたよ。食事ゆっくりしちゃってるけど、うん、すみません。あの、どうしようかな、コメント見ます？暗黒放送に書かれてるコメント、あとで今見ましょう。今見て、それにしたら、うん、すみません、どうぞ。関係ないですよ。カナタだってブスでしょ、うん、気にしちゃダメですよ、そんなの。可愛いってあるじゃん、コメントで。
ね、暗黒放送結構コメントがあったんですよ。ちょっと結構書かれてるけど、うん、いや、あれって方が面白い。ほんと、うん、村真子のハイブリッドとか悪口書かれてるけど気にしちゃダメですからね、こういうの。でも村真子さん、調整したいから、うん、ポンちゃんの方が似てるよ、そんな。ちょっとポンちゃんとカナタのキメラとか悪口にも14歳に書くコメントじゃねえだろ、どう見ても。あのさ、相手14歳ってこと考えろよ、リスナー。ポンちゃんって自分でしかも言っちゃダメ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 、絶対に。そんなのだって言われたもん。誰にコメントに、ポンちゃんって、うん、悪質だよそれは。でもね、そういう面白いコメント、人を楽しませることね、アンチコメントでも楽しませることは大事だよ、うん、はい、うん、これ誰がアンチコメント書いてんだよ、配信者だろ、これアンチコメント書いてるやつ誰だよ、ずっとこれ書いてるやつ、ずっとさ、アンチコメント面白い、面白い、ほんとに、うん、誰でいいですか。若さで嫉妬したとろみが書き込んでるって、コメント、とろみさんそんなこと書くわけないでしょ、とろみさんそんなことしないよ。これ判定になってるんですか。いや、判定にはなってないよ、通常コメントでなってるよ。違う、カメラ、いや、カメラはなってない、あの前菜という字が反対になってないから多分普通になってる、うん、ちょっと会計してくる、ね、先に。ちょっとコメント読んでてください。エロチ26人しか、28人しかいないです。
NG 解除しました。あ、ちょっとおい、リフトダメだろ、リフトダメ。ちょっと待って、こじきなる、こじきなる、待ってちょっと待って、ちょっとギフトオフにして。あれ、なんでギフトがオフ、あれオフになってる、なってるよ、びっくりした。どこ行くの、あれ、え、なんか持ってった、逃げた。あ、ちょっとトイレ行ってくるから、ごめんなさい。ちょっとリサ、トイレ行ってきていい？ちょっとまだ。よいしょ。ごめんなさい。